庭以降の展開のところになります。渋谷のところを駅を中心とした半径のところで飛んでいますから、社会システムがまるまるなくなったというわけではありません。社会システムの根底のところは残っています。で、そこのところの社会システムが残った状態のところで大輔君たちはその中にどう取り込まれていくのかいかないのかだったりとか、そういったことも一つのポイントにはなります。ただ同時にですね、この作品っていうかこういうのってのタイプの作品といえばいいですかね、は、それぞれ自分が好きになったキャラクター、気になったキャラクター、見ていたいキャラクターというのを中心に見ていくというのがやはり一番楽だと思います。で決まったら大輔君見てください。ちょっと悪が強いですけれども、それとも彼を見ている限りにおいてはどういったことが今展開しているのかっていうのは理解できるかと思います。 SF 的なことに関しましては、これから先やっぱり2話3話4話進むに従ってやっぱりどうしても浮上はしてきます。浮上はしてきますが、 SF 的なことだったりとかが分からなかったりとかすれば、それはそれで脇に置いといて見ていただいても見られるように作ってあります。要するに SF 的なことというのはちょっと科学的なことだったりとか、そういった意味合いのものになりますので、キャラクターの心情ですよね、そういったものとはまた別のベクトルになりますので、そういったことが気になる人はそちら側で見てください。で、そちら側が分からない人は一旦脇に置いといて各キャラクターの動きを中心に見ていただけるとありがたいです。大きくやっぱり、渋谷の人々だったりとかのところが大輔君たちのところをどのように扱うのか、彼らの関係性というのはどういうふうに、なっていくのか、それは良くなっていくのか悪くなっていくのか、もしくはミロというのはちゃんと彼らの仲間に入るのか入らないのか、それもひっくるめて見ていただけるとありがたいです。特に敵側のディビジョンズのメンバーの方が話数を本に従ってだん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 出てくる形になります。そうですね、各ディビジョンズ側の方の敵のキャラクターに関しましては、それぞれちょっとこう悪が強いといいますか、それなりに特徴のある人たちが揃っていますので、その辺の人たちもこう参考にしていただけると助かります。以上、監督の谷口五郎でした。